親番を維持しました森山です。強託棒2本、ドラは数走です。さあここはなんとか粘って親番を守った森山、大きいですよね、こうやって連チャン続けることはね。しかしハイパイはどうなんでしょう、これメンツはない。はい、ただあの奇数杯が多いんで悪くないと思いますよ、バラバラに見えますけど、はい、ニーツ、さらには阿部、マンズ一メンツ、そして近藤です。近藤さんはね、ここまでのハイパイがプライベートも見劣りしますが、やっぱ悪くはないですからね。そうですか、しかし麻雀とね、やっぱり、ね、これぐらい偏るもんなんでしょうか。ですね、みんな平均に手が入っていくってことはないですよ ね、 ね。あでも今シリーズの予選第一戦とかってなんかこうじゅんぐりじゅんぐりに上がっていくみたいな ね、 そうですね、ああいうケースもありましたね。あれが一番面白いですね、シーソーゲームになって、はい、あこれまた選択が難しいな。普通急走チーソーですか。そうですね、こうどこ外すかってね、いきなりクイズが出されるわけ。そんな中でも急走チーソーなのは何か理由あるんですか。やっぱりあの想像の下目がドラなんで、 あと想像を動かした方がピンズ動かすよりも変化が少ないんで、うん、おするかな。下しました。厳しいですけどねこれ仕掛けて、ただカンリャンピンカンパーピンがねチーしやすい範囲なんで、悪くない形なんですね、ピンズは。そして阿部は急走がアンコになります。強気ですね。何行きました。あ本当だ、まあ、になきに見えたのかな。まあ、になきに見えたの。ただとはいえ森山さんがこれね、泣きやすいんですよ、リャンピン。これでもうちょっと警戒になるよね、みんなね。おドラが固まってるかなぐらいの感じはありますよね。いやただドラが固まってたら、うん、あの急走チーソーの前に酸素出るんで。ああそっか、そりゃそうだよね、ドラないかなって想像する方が多いかな、うん、むしろ本位置いっちゃってんのかなぐらいの感じ。あそうその気。そうするとここでピンズが出てくる。一緒んて。ああドラドラ。これは阿部も感触いいですよね。ただ今数ピン打つ手はありましたけどね。阿部。はいって恨めましたね。なんでリアンピン打ったんだろう。リアンピン取ったからじゃないの今直前に。多分数ピン打つんですよ結局。あ打つんだね。三、うん、ピンの方が良さそうに見えるんですけどね、2枚見えてるとはいえ。でウッピン打って、まあ、パーピン出やすいですよね。おかなり。これであしかし、あ縦行くとスーピンですね。ここはねスーピン打って。ですから山にはもうパーピン1枚ですか。ね阿部のパーピンも出なさそうですからね。はい、スーピン打ちそうなんで次。ただウッピンが入ったら出るよね。おお。あでもウーピンが薄くなってきてる、うんうん、4、6、6、8、まあ、って、ローピンがアンコになったらパーピン出ちゃいますね。出ますね、あるいは数素がアンコになってる ね、 ドラその可能性結構高いじゃないですか、まあ見た目森山のテンパイはマンズに見えますね。うん、
川から判断すると、はい、そうすると安倍側の形がね難しく移った時にパーピンが危ないですねやっぱり、うんうん、裏目って助かったんですかね。助かってますよね。残しとく。リアン関係食いてるとパーピンの補充ですからね。安倍はカンチーマンが入ったらあのカンチャンに受けるんですか。多分カンチーピンにすると思います。ローピン通ったんでね。おお、うん。ここでポンだ。あ、テンパイですよ。近藤がカンパーマン何ポンしてポンテンです。強気ですね。9万の方切らないんだ。このカンパーマンどうなんですか。カンパーマンは2枚これで1枚になった。なるほど。チートイテンパイ。おーおー、ローマンですか。ローマン、はい。変えた。変えるといい街ですねこれ。チーピンとキューマンは、うんうん、まあ、ドラマチ。なるほど。いつも6枚勝負。ああ出ちゃった。ああ出ますねこれは。さすがに、さすがにね。これはパーピンか。これだと出ちゃいますね。まあ、リーチはしないんでしょうけど、はい、一応テンパイと。うわ打たない。しかしそのパーワンは、いや、あ、だそうか、変えてるんですね。変えてるんです、はい、あ、そうか、チーバンが3枚見えてる、うん、でも一旦取りそうなんですけど ね、まあ、6万も通ったんで、うん、ピンズで勝負しようって感じですかね。腹切りです。あ、これでどっちだ。カンチーピン。3個だ。あ、カンチーピンじゃないの、ね、カンチーピンだよね。そしてリーチだ。ーリーチを打ちました。うわ、掴んだ一発で。掴んじゃった。どうする。いや、シャンポンですよ。チーピン切って変えることができるか。森山、いや、シャンポンですね。これでチーピンが消えた、はい、うん、いい攻防だね。ねえ、すごい攻防です ね、はい、数層がない。いい層がある。9万がある。9万といい層の 1枚対決ですねこれ。これは当たったのは近藤。いや、目まぐるしく変わる展開。最後上がりまで持っていったのは近藤誠一でした。すごい、すごい攻防だったね。最後はやはり判断よくシャンポンに変えて大成功でした。